こんにちは、カウンセラーの矢本恵美です。今日はですね、失敗が怖いっていう話がカウンセリングであったので、そのお話をしようかなと思います。失敗するのが嫌だとか、なんか挑戦したくないと。で、だからなんか誰か他の人が選んでくれればいいと。自分が選択するんじゃなくて、だって自分が選択した時点で間違えちゃったり失敗するのが嫌だもんっていう人結構多いと思うんですよ。例えばその食べ物とことかも、食べ物を決めてなんか周りに文句言われるのが嫌だとか、レストランとかね、例えば旅行するホテルを決めて嫌だとか、もちろん幹事になるのとかもね、確かにあれじゃないですか、大変なことですよね。でもまあ実際自分の人生って自分の幹事になり続けなきゃうまくいかないわけですよね。何かしら決めていかなきゃいけない。それは仕事の種類でもあり、パートナーでもあり、生き方でもありっていう感じです。で、その時にやってほしいことというか、いくつかとその挑戦というか失敗じゃないんだよっていうことを分かるためにやることっていうのが、まず一つはですね、最初から 100% のものは手に入らないっていうことを知っとくっていうことは重要で、例えば美容院とかいろいろ調べて美容院に行くとかあるじゃないですか。でもここのこれとこれはいいんだけどこれは嫌だみたいな、カットはいいんだけどこの人のカラーいまいちダメみたいなやつですね。いわゆるそういうふうにですね、まあ実際そのちょっとカットはダメだなみたいなのとか、まあそしたら今度はカットとカラー両方だからこれかなっていうふうに徐々にその上げていくとか選んでいくっていう精密度が上がっていくわけですよ。最初はそういう目線さえもなかったのに、だから自分が、習い事とかして先生と会わないとかも自分が分かるじゃないですか。あ、この先生なんか嫌いだなと思ったらやめた方がいいんですよ。で、先生とかすごい重要だし、学ぶ際の、好きなことをする際に学ぶ際の環境とかも重要です。だから、あ、先生は好きなんだけどこのなんかここのなんかビル嫌だとかありますよね。なんかもう気分上がんないわみたいな。で、そうやってですね、自分でちゃんと、あ、やっぱり私こういう人がいいんだなみたいな、あ、やっぱり女性がいいんだなとか、そういうふうにですね、自分がその精密度を上げていくっていうのは、最初はね、失敗と思うかもしれないですけど、やっぱりそれがね、自分らしさなので、そうやって自分なりの好きを作っていくしかない。そこは努力が必要だと思います。でもう一つ、その好き、自分なりの好きを作っていく中で大切なこと、その気分よく暮らしていくためには病院もう全て選択です。で、それは選択肢を増やすのはお金を増やすっていうことももう一つありますよね。その欲しいものがいつでも買えるっていうのはやっぱりお金の選択肢なんで。でもそういう人ってやっぱり選択が増えちゃうと自分の失敗が増えちゃうってなるんで、お金ブロックにもかかってきます。つまりお金あんま稼がない方がいいなみたいな、今のままの方が選択ない。 だってお金があったらいろんな車が買えるのに買えない方がいいじゃんみたいになっちゃうんで、ちょっとお金ブロックにも入ってくるんですけど、選択肢が増えるっていうことがあなたの自由度を増すっていうことでしかないんで、そこで最初からいやいや怖いしってやってたら、何もかもが増えていかない、喜びが増えていかない、楽しみが増えていかないっていうのかな、感じではあると思います。で、その2番目にあるのが、もしこの人好きだ、例えばヨガの先生でもいいや、ヨガの先生この人好きだって思った先生がいる、この人いいなって思った人がいる、例えばこの人楽しいなみたいな、ただこれは無理だなっていうのが出てきたとしたら、例えば英会話教室に行くじゃん。で、英会話の先生は好きなんだけどこのカリキュラムは難しすぎる、私は分からん、こういうふうにしたい、どちらかというと会話形式にしたいと思ったら、その先生と交渉することがすごい大切です。どういうことって思うかもしれないですけど、私がやっているヨガは実はその人に合わせるヨガなんで、痛いとかないようにするんですよ。でもなんかどうしても痛いとか気持ちいいとか思えない時ってあるじゃないですか、ヨガでも、まあ、英会話教室でもその先生は好きなんだけど、ここの場所も好きなんだけど、この本、そしたらこの本違う本に変えてもいいですか、でもいいんですよ。こういうやり方
したいんですけどって自分で言って、その先生が合わせてくれるっていうのが理想です。自分の勉強のやり方にその先生が合わせてくれる、もしくはその先生がこういう勉強した方がいいんじゃないですかって言って、そのカリキュラムも一緒に作っていくとかも大切ですね。あのプロの人にカリキュラムを作ってもらうっていうのも大切だし、そのだからその一個のやり方にこだわらないみたいなのもすごく大切なんですよね。ピアノの練習にしてもそうだし、やっぱその自分が欲しい結果を得るためにこういうことが知りたいんだけどみたいな、それも精密度なんですよ。だから例えばヨガをするのにダンスあマラソンをしてるからヨガをしたい、マラソンで足が痛いから来たんですけど一度、そういう人ってだから別にヨガで体が柔らかくなるんじゃなくて足の怪我をなくしたいヨガなんですよ。いや私はそれを、なるべく探してあげるっていう、そのカリキュラムを組むっていうことが大切になるんですね。だから自分のやりたいこととか欲しいことの精密度を上げていくってそこでしかできないんです。その人しかできないし、それがその人の個性であり喜びになるので、なんかね、あちょっと違うんだけどなって思った時はチャンスなんですよね。逆に言えば失敗しないっていうか、そういう思いをしない限りはその楽しさの精密度は上がっていかないんです。旅行もそうだし、で私も、旅行、娘たちを連れて10年近くか13年かも娘が生まれてから旅行しているんですけど、子供と一緒に旅行するとかのやっぱりね、気持ちがいい旅行の仕方っていうのはもうこの13年間でやっと学びましたね。もちろん年によっても違うし、その子供だからできないんじゃなくて子供と一緒に旅行するから面白い場所を探すみたいな感じになるんですよ。それパリに行った時に子供のためのなんかパリ情報みたいな本とかがあって、でそうすると大人も楽しめるとか、あこんなとこ考えてなかったみたいなところも広がるんですよ、見方が。そのいわゆる子供とだからその買い物ショッピングばっかりしてられないんですよね、やっぱね。でその若い時とかとは違って行けるレストランとかも限られている。でもだからこそこうガーデンがある、カフェに行けたりとか、植物園、変わったすごい植物園とか、なんかねすごい面白い見方ができるんですよ。そのパリ一つとっても、同じ都市を一つとっても、そこで楽しむってどうするんだろうみたいな感じになるんですね、子供と。だからやっぱりその世界は広がる、そのハマったからこそと、その世界にいるからこそ楽しめるっていう世界がすごくあるので、そういう風に見ていくとやっぱり自分の人生っていうのはすごいユニークなもので、個性的なもので、リソース、そのいろんなものを学べるし、いろんな豊かさをその限られているからこそより一層豊かになるみたいな感じになるんですよね、面白いことに。それをリスペクト、あもう子供がいるからこれできないじゃんって思ったらダメなんですよ。子供がいるからこれどうすればいいんだろうって思った時に世界は変わるんです。そこで楽しむっていうことをすることによって子供との関係も良くなるし、または自分の世界も広がる。それはもう旦那さんでも全く同じです。ということで今日は失敗が怖いのではなく、失敗は自分の精密度を上げていくチューニング作業だと思ってください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。